は、えー、はいいおはようございます、えー、今日ね、日曜日なんだけど、ちょっと、町内科の自治会の会計の仕事をちょっと頑張らないといけないんで、こんなっ,ちゃって頑張るんですけれども、えー、その前にちょっと,、えー、と、音楽のお話の、この辺の続きですよ。 えーとモードね、だんだん分かってきてね、ああ、そうか、バーンはドリアンだったのか、なんて、う、え、ち、ー、で喋ったんですけども、コメントいろいろいただきまして、ありがとうございました。それでね、あの水さん、いつもあのコメントありがとうございます。それでね、えっ、ー、と勉強、あのリンク先に見いがれた後で、投稿をいただいて、メモコメントをいただいて、採、え、答、ー、します。結局は理論よりも感覚でく 私には分かっても受け入れませんでしたナチュラルマイナーが染みついてるせいか頑固なせいかで多分ねチーもあのそんなにはねえっ、ー、と理論のことを深く深くっていうかあのそこにどうしても当てはまなきゃいけないとかっていう気持ちは 全くないと思いますないいいいとと思思まますす、えー、多分に感覚的なものでまあ一応そういう理屈はあるのかな程度なもんでそこに固執はしてないと思うんですっていうのはねあのー、このモードっていうのがなんとなく分かったもんでえっ、ー、と前から謎だったねリッチーのあの第1期のえっ、ー、とアルバムの「ハードロード」のね最後のえー フレーズ聞き直したんですよえー、ちょっと流しますねえっ、ー、とねこれこのでど何やってんのかさあんまりわかんねえんだよね でその次もかなり奇妙なことや、2回あのえっ、ー、とテンポなしでルバートで弾くとこがあるんだけども次,次も聞いてみて、ね、何やってんすかねみたいなここね これこれがねいやあのモード当てはまるのかなと思っていろいろとこう自分では考えてみたんけども当てはまんない <laughs> g マイナーでしょハードロードってで2回目のルバートのとこの最後でね C、えー、っとフラット系だから D フラット ペンタトニックっぽいのが出てくるんですよ何それ何それなんですよ。モード奏法では説明不可能なんだけどもう高校生の時から聴いてるからがね心地がいいんですよねなんでですかね最初このハードロードのこれ聴いた時何だこれとかって思ったけどなんか聴いてるうちに気持ちよくなってきてあいいじゃんみたいな感じでずっと来てるんだけど。 なんでだろうって説明せよって言われてもモードじゃ説明つかないしであのさっきの質問あのあとコメントの話に戻るんですけどリッチーって結構感覚的にやってんだと思うそんなにはあの深くあの、まあ、知ってたとしてもそこにはこだわらないのがあの方の流儀なんだと思います。 時々すっとんきょうな音が混ぜ込んでくるんだけれどもまあ中には説明テンションで説明できるものもあるんだろうけどさっきのルバートみたいなんていうのはつかねえと思うよ <laughs> それであのうっとリッチーのね私が好きなとこはその一応理屈もある程度分かった上で完全無視しちゃうところっていうのがいいなと思うんだけども。 これはあの、えー、とフルコンサート、えー、と1969年であのジョン・ロードが指導した時にクラシックと,、えー、とロックとの融合ということで、えー、クラシックの、えー、ロンドンでしたよね、えー、と楽団クラシックの楽団とディープアップルとは共演するんですけども。も 父はあの後ろにクラシックの、えー、人たちがずらっといても「だからどうしたらふざけんな」みたいな感じで、えー、っともう自分のマイペースでひ弾いてるんだよねなんか後ろのクラシックのおっちゃんたちなんかしらーっとした感じで,で中にねあのリハーサルの時に耳栓しててそのだってクラシックの楽団 のね総音量よりもねパープルダスト音楽の音の方がでかいんだよねアンプとかでギャンギャンやってるからねそれでクラシックの人たちが耳栓していてそれがリッチーそうーって気に触ったらしくてねもう二度と連絡してやるかんと思ったらしいまあもっともその後レインボーになってから大工を新日本フィールドだっけで共演してるんだからまああのクラシックともやってるんですけどもねであ 多分リッチーっていうのはそのあんまりそういうのこここ束縛されるのが嫌なんですよねあの性格ですからね。でクラシックの世界っていうのはあの楽天というものがあって金則というものがあってやってはいけないこととルールがもうガッチガチに定められてるんでクラシックの世界でこんなことやるもんならも直ちに破門なんだよね <laughs> な,なんだろうけどあのー。 でジャズってのは割と緩いんだけどやっぱりジャズ特有の理論みたいのがあって一応その中に当てはまってようねみたいな緩いそのルールみたいのがあの音楽理論みたいなのがあるんだけどロックに至っては、まあ、一応そういうのもある程度は尊重しつつもです、ね、最後は何やってもいいんですよロックっていうのは。 自分の感覚であこれはテンションだとかあ気持ちいいとかっていうふうに思えるならばそれでいいとでリッチーっていうのはあの自分の感覚を100%信じてるねいろいろと勉強して地味編だとかあれだとかいろいろとインスパイアされているけれどもそれらを全部あの自分なりに吸収して消化して自分の音楽にして、えー、で それに対してこう何ていうのは自分のクリエイトするもんに対する100%の揺るぎのない自信があるんだよこの人。と思います。だからそれに対してあの周りがガヤガヤ言うともうすぐく腹が立ってでそれがその、えー、と暴挙に見えちゃうんだよね。カリフォルニアジャムで あの日没前に出現させられて頭に来てとかっていうのははたから見るとリッチそれはちょっととかっていうのなんだそれは常識人から見るとそうなのかもしれないけど彼の中にあってはねもう絶対のあれなんですよもうあのインタビューの中でも金の問題じゃないって言ってんだよね日没前にあのザフーのプロ、えー、デューサーとかマネージャーとかがやってきてお前ら 30数あるうちに出演せよってなかったらもう二度とこの世界でやってられないとするぞみたいなことを言われて頭に来たらしいんだけども「あのリッチ」の中ではあの日没頃に、えー、出演するっていうのがあってそれがそのアーティストとしてのその、えー、思い描いてた自分の。 世界なんですよそ,それがその思いにいかなかったっていうのはリッチにとっては、うん、賠償金払って金、うん、ふざけんじゃねえやっていうそういう世界なんだねリッチにとってはね。そこがまあこの人の魅力でその自分の作り出すものに対しての,あの絶対的な,なんていうかこう自信というか。 こうでなきゃだめなんだ金の問題じゃねえみたいなところがあっていいなと思うんだすいませんまあだからあのロックなのでえっ、ー、と別に好きにやっていいと思いますこれはテンションだと思えばで周りの人もおお気持ちいいなって思えばそれでいいと思うのでということでまあ一応はドリアンだけどまあ別にこだわることはないよねみたいなそんなことを思いましたはいそれじゃあちょっとお仕事やりますそれじゃあ